なんていうんですか、全体でこう雰囲気を盛り上げてる感じはすごく感じますね、はい、それからあの今日ちらっと映ってましたが水戸のロッカーのハンガーが左エンドがホームの水戸、右エンドアウェーの長崎、今前半がスタートしています。武田が蹴ってくるファーサイド、こぼれるシュート、決まった。今度は左からのコーナーキックになります。キッカーは中村、ファーサイド、タイムセザル吐き出したか、取れなかったですよね。もう完全にファーサイド、これフリーになりましたよね。で逆サイド行ってますけど、成瀬が左足一本で防ぎましたね。これいいな、自分で仕掛けに行く、体をぶつけてマイボールにした、シュート、折り返す、これでまあ海洋スザール入ってきた、中村のシュート来た、フィラルマー落とす、つなぐ、宇野木左足のシュート、維持したままやってますんでね。ここで山田が奪った、もう一度長崎ボールに変わる、マルコス・ギレグメ運んでいく、マスターは中に入ってくる、カットインから右足振り抜いた、ゴラッソ、また1点差、3対2、このままマルコスがドリブルでね粘って、で、まあ、1対1で仕掛けてくださいと、で体でフェイント使いながら中に切り込んでですよね。でもうまくボールを合わせながら、最後はファーサイドですか、細かくボールを触りながらね中に入ってきましたよね。この中に入ったことでかなりもうある程度決まりましたね。もうこのスピードで、まあ、押し込んだというか、ジョップとファンマの2トップに流れてまして、うん、ね、名倉が右に行きましたね。中村ワンタッチ、中村3対3同点、とうとう追いつきました長崎、中村今日2点目、終盤戦、いや勝敗の行方は全く分からなくなりました。ネックからボールもらって、中村対応せざる、ジョップでもう1回受けて、まあアディショナルタイム7分を回りました。ここで試合終了のホイッスル、点の取り合いになりました。3対3。